はい、皆さんこんにちは、アボカドです。実は急遽なんですけれども、アップデートが来てしまったんで、早速ちょっと気になっていた AK47 を使ってみました。で、率直な感想なんですけど、やっぱちゃんと強化が入ってました。胸部は36のダメージ、そしてヘッショは一発39って入ってて、マジでびっくりです。そしてアタッチメント自体にも強化が入っていて、 5.45 マガジンがこのようになってました。先ほど自分が投稿した動画はこのようにレートが上がるだけやったんですけど、射程距離が 20% も増加されたことにより射程距離がマイナス 15% のみになりました。もともとのこのダメージ量が一発33ダメージやったのが36になってるんで、当然強化されてるんですけど、このレートが上がるアタッチメントを付与することによって結構いい感じになったんちゃうんかなってイメージに変わりました。今回急遽ウォーフェアでちょっと試してみたんですけど、中距離に至ってはこの 5.45 が以前に比べてだいぶ使えるものになりました。そして通常の弾薬とキル速を体感的に比較してみたところ、すごい悩むところなんですけど、個人的にはやっぱりそのままのが汎用性があって使える範囲の多い通常弾がいいのかなと思います。というのは、距離感にもよるんですけど、中距離のみになるんやったら 5.45 のレートの速さが通常よりもいいのかもしれないんですけど、やっぱりロングも抜けるし、一発36ダメージの通常のがいいんちゃうんかなって気もしました。そしてレートが速くなった分、一発のダメージ量が減っているんで、いくら本体の元のダメージ量が上がってもロングを抜くのであれば、命中率を特化させた47の方が安定するのかもしれません。ロングは SR を使って、中距離は 5.45 弾の AK47 を使いました。以前と比べてすごい使い物になります。前はレートが速くなったけれども、射程距離がすごい下がるし、縦への反動も増えてしまったことにより、使ってみたものの全然そうでもないんちゃうかなと思ってたんですけど、今回のアップデートで強化されて、使ってみたら距離感にもよるけど、いい感じのキル速を出せることにより、さらに実用性が増しました。で、レートが速いんで、思ったよりも弾がなくなるのが速いし、縦への反動も増えるんで、前は使ってみたものの強いかって言われたら、もう前は全然何とも言えないところでした。おそらく今後中距離の打ち合いを得意とする方々は、このアタッチメントをつけて戦う方が多いんちゃうかなと思います。ただこれはまだ1回しか使ってないんでわからないんですけど、この 5.45 口径のアタッチメントも非常にいいんですけれども、同じ中距離で戦うんやったら M13 の方がいいんかなって感じもしました。で、キル速に至ってはダメージ量の高い 5.45 口径をつけた47のが、もしかしたらそっちの方が早いんかもしれないんですけれど、じゃあ SR とその47を持っている場合、接近してきた敵は47の腰打ちで戦わなくといけなくなるんで、もうそれをするんやったらまだ腰打ち性能が落ち着いてる M13 の方が汎用性があるんちゃうんかなと思います。今後もっとカスタムを変えてやってみると違うのかもしれないんですけど、個人的には少し前の A47 に比べて反動が増えたんちゃうかなって気もしました。これに至っては 5.45 口径やったらレートが通常のよりも速くなってるんで、そのように感じやすくなったのかなって気もします。結局縦にしか反動がいかないし、縦反動制御のモッドをつけることでだいぶ扱いやすくはなると思います。で、このアタッチメントをつけた時の47なんですけれども、おそらく胸部は28ダメージ、そして頭は31でした。通常の47に比べたら当然ダメージ量は減るんで難しいんですけれども、射程距離とエイムした時の散布回を抑えるカスタムにするんやったら、ある程度のロングも抜きやすくなるんちゃうんかなと思いました。この辺は結構個人差があるんで、今後また使ってみてカスタムを組んでみたいなと、アップデートが来たばっかりでまだ全然情報量が少ないんで、さらに今後いい感じのカスタムなどが組めるんであれば、この 5.45 口径の47も扱いやすくなる気もします。結果論で言うと47はめちゃめちゃ強化入ってるんで、今シーズンの AR はもうこれで決まりんちゃうんかなって気もします。胸部へのダメージが一発36で頭は39、これに金の長射程をつけるんであれば、頭にダメージ入るとだいぶぶっ壊れてる数字を出すことができます。単純に全部胸部へ9発当たったとしたら324ダメージなんで、キネティック巻いててもたった9発で相手をダウンまで持っていけるんで、今シーズンは47が荒れるんちゃうんかなって自分の中では予想してます。
アップデートが来てから今見ていただいた通り 5.45 口径はかなり強化されてるんで、今後またカスタムを組んでからやってみたいと思います。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、 Twitter フォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。I don't know what else to say now. I just need to know.